14式水上偵察機 E1Y 横須賀海軍航空隊所属の E1Y24 式水上偵察機とは横須賀海軍工廠が開発し1926年に正式採用された日本海軍の水上偵察機である。機体役版は E1Y とされた。日本海軍は横昇式路合コ型水上偵察機の後継機として1921年に 新たな水上偵察機の開発に着手した。折オクフェリックス島海護飛行艇のライセンス生産に来日していたショート社のフレッチャー技師に設計を依頼し、またこれに横須賀海軍交渉の技師を補佐につけて1923年に2機の試作機が完成した。このフレッチャー技師の設計した複座の機体は10年式水上偵察機と呼ばれ、 日本製では初めてビブフロートを排したロングステップの総浮き船式の水上機となった。しかし、重量課題で初期の性能に達せず、翌年に改良型が製作されたが、これも不採用となった。さらに1925年、志村清作少佐と橋本健介技師により10年式水上偵察機 B 型が試作され、海軍はその性能について、 見込みがあるものとし、改良を継続させ、同年末には満足のいくものとなったことから、翌1926年1月に14式水上偵察機として正式採用した。14式水上偵察機の生産は、愛知航空機及び中島飛行機も加えて行われることとなった。木製骨組みに、ハフバリの機体の総フロート式の水上機で当初は、複座だったが、 後に散々に改められた。ドレーヌ400馬力発動機水冷、V 型12気筒装備の1号、ドレーヌ2型450馬力発動機水冷、W 型12気筒エンジン装備の2号の2種があったが、後継機難のため1931年には、ドレーヌ3型450馬力発動機を原則着付けに、プロペラを4羽にし、各部を再設計した3号が生産されている。 14式3号に改良された際に、それまでの2座から3座となって乗員が1名増えた。14式水上偵察機は、横須賀海軍工廠の大地航空機、中島飛行機で320機生産されたが、このうちの約4分の3が、愛知製であった。航続距離が長く安定性も優れていたため、実用性は高く、関西、基地用として、 日時編書記まで広く使われた。第一線を退りいた後は練習機として使用された他民間にも払い下げられ民間機となったもののうちには鉱石をキャビン式にして3から4名を乗せられるように改造されたものもあった。14式2号水上偵察機。ありがとうございます。